海外っていうのはすごい海外の方たちと仲良くしたいと昔から思ってたので、受け入れるっていうことも別にできたらいいなとは思ってましたけど、やっぱ子供はちっちゃいと大変じゃないですか、子供のことで。もうね、あっちこっちいろいろと用事が多いので、ちょっと子供がちっちゃい時は無理だなって思いましたけれども、やっぱり高校生ぐらいになるともう自分で何でもできるので余裕ができてきたから、自分でできることなら、受け入れても、私がいいと言えば相談はしますけれども。もともとうちの、奥さんのなんていうかな、そういう夢みたいなものがあって、例えば、語学をね、でもっていろんなやっぱり世界の人たちとこうね仲良くしたいっていうのは、そんなやっぱり考え方が根っこにあるもんだから。どこの国とかじゃなくって、やっぱり世界はなんか一つ、なんかもうみんなと兄弟家族になりたいっていう感覚をずっと持ってたので、